有志の会、福島信明さんです。売国の自民党、完全な崩壊の一刻も早い実現、期待されます。福島さんのビジョン、聞きましょう。第一次安倍政権の時に戦後レジームの転換ということを盛んに安倍氏はおっしゃいましたが、第二次安倍政権ではおっしゃいませんでした。おそらく戦後レジームの転換の意味が分からなかったと思うんですね。戦後レジームの転換というのは、アメリカとくっついていれば安全は守られる、自民党に任せてさえいれば経済的な豊かさは担保されるというのが、私は戦後レジームそのものであります。自民党自体が戦後レジームなんですね。ですから戦後レジームの転換というのは、この国が真の自立独立を果たして真っ当な民主政治を実現することこそが戦後レジームの転換なわけでありますが、第二次安倍政権ではその言葉が出なくなったように、安倍首相が言ったそれは空っぽなニュートラルなキャッチフレーズでしかなかった。それを本当に意味のあるものにすることこそがですね、私は安倍首相に対する国要になるんじゃないかなと思っております。私のような庶民は金蔵のこと知りませんよね。周りの取り巻きたちは自らの保身に使おうと安倍は偉い人だと言い続けています。おかしいです。福島さんは金蔵の実像を語っています。聞きましょう。しかしこれを思い返してみたら、最長の戦後最長の任期を誇った総理大臣にもかかわらず、これという実績はありませんよね。教科書に載るようなことっていうのは何もないんですね。女性が輝く社会だとかなんとかいろんなキャッチフレーズは次から次へと踊ったけれども、7年8ヶ月の間、日本の経済の仕組みの根幹に関わるようなですね、経済政策というのは一つも出てこなかったし、あるいはそうしたことにメスを入れる気概すらもなかったと。安倍晋三さんが小泉政権の官房副長官時代から存じておりますが、私が当時の亡くなった河野家大臣と構造改革トークということをやっているときに、安倍晋三さんはですね、ある意味の業界団体支給派の守り神的な存在でありまして、いつも安倍晋三さんのところに例えば日本医師会の会長さんなんかが行ってですね、河野駅や福島みたいなチンピラを使ってこういうことやってるからちょっと注意してくださいというのを受け付けてですね、周りに小泉当時の首相のですね、足を引っ張ってたんですね。河野駅さんはよく安倍晋三さんのことを、あいつには情報を流すなと、ネズミ子だ、泥棒だみたいなことを、あいつはあかんとおっしゃってましたけども、つまりですね、信念や理念で歩む政治家というよりはですね、その時々のさまざまな人の話を聞きながらですね、それをうまく、聞き入れるというスタイルが、安倍晋三首相だったのではないかなと思います。私は今回ですね、安倍首相が、元首相がこうして亡くなったというのは、ある意味そうした軽い戦後的なですね、平成という時代、30年間の停滞を歩んだ平成の終焉の一つの象徴ではないかというふうに思っております。2024年、政権交代、頑張りましょう。